はい、皆さんこんにちは。出発直前になりました。今日の魔法の信じる会ね、魔法信じる会ね、日本でレクチャーやります。たくさんショーもやります。やっぱりね、僕らが日本でやるショーとかレクチャーの考え方で、やっぱりアメリカのマジックキャッスルに出演している我々としては、やっぱり日本の人たちにやっぱここはこうした方がいいんじゃないかとか、レクチャーにしてもショーにしてもいっぱい思うことがあるのね。うん、だからそういうことで、いやでもやっぱりさ、見てなくてもいいんだよ。だけどやっぱり我々の心構えってことを教えてあげないといけない。あ、そうかそうか、うん、我々が思ってることを伝えるという。そうそうそう。それで結論から言えばさ、僕らが教えてる人たちってやっぱりさ、結構世界的にみんな超一流とか世界一に何人もなってるんで、やっぱり俺の教え方間違ってないと思うんだ。うん、やっぱりアメリカでも大事にされてるんですね。だから僕らはもう僕はもう63歳、まだミュウちゃん若いからいいけど、やっぱりね、まあもうショーやまだまだやりますから。え、あとレクチャーは特に言いたいんだ俺。日本のレクチャーダメ、もうほとんど最低のような気がしちゃうんで、うん、マジック教室とかね、全部話したいと思います。よろしいですか。はい、じゃあ魔法を信じる会で、まず自分のショーで心がけることは今回何、どんなことを心がけますか。日本で心がけること、うん、でもやっぱりこう日頃やってきたことを、うん、もうそのままやる。日本人みたいなこと言うね。だってそれ以上も何もないから、うん、いやだけど自分で今まで培ってきたって、うん、そしたらそこら辺のお兄ちゃんがさ、この間までね、さ、パチンコ屋に勤めて、ごめんね、誰かに言っちゃったけど、茶髪に勤めて、それでマイスターになりました、どんなやるんですか、日頃やってきたことってのと同じになっちゃったらダメだ。うん、俺なんかはっきり言うよ、言えるよ。うんうん、俺なんかはね、やっぱりスキルだったら好きでも、誰も真似ができないスキルをご覧に入れますでしょ、うん、ね、誰もが解明できない不思議な現象をご覧に入れます、うん、言えるじゃん、そうやって。うん、だから結局さ、そういうものをどうできるかって、あなただって言えばいいんだよ。うん、例えばはっきり言ってさ、コインロールだって、ね、うん、あなたと同じコインロールできる人は多分一人もいない。一人井上さんが頑張ってるけど、うん、やっぱり動画見た時にやっぱりあなたのコインロールすごい、うんうん、やっぱりそこを考えた時に誰もが到達できない現象を見せてあげる、うん、っていうことなんだよ。シュートの良さ、そうでしょ、うん、だってそこら見てるやつがさ、例えば動画の編集も何もなくて直接生で囲まれて見せられるのってのは、俺世界で知ってて俺とシュートだけだもんな、うん、どんなこと言ったって、うん、シュートの方が角度に弱いんだけど実はね、俺より、うん、でメンタルだ、そうなんだけど、推測できるメンタルなんてメンタルじゃないのよ俺にとって、うん、だからメンタルっていうことであるんだったら、買ってきたものは一切使わないし、絶対的に不思議な演出です、うん、はい、買ってきたものを使うのは皆さんがやれ、まあ、アマチュアの人たちがね、うん、でプロで自分が特別だっていう人は他に誰も真似ができないことをやらなければならないってことなの、うん、だから俺はほら多分ミュウちゃん のショーの演出を作るけど、ミュウちゃんじゃないとできないこととか、そういうことをやっぱりフューチャーして作ると思うよ、フューチャー、うん、だからそういう意味ではね、例えば日本のマジシャンの人たちもやっぱり自分だけ特別っていうことを考えた時に、うん、まずね、道具を使うんだったらそれが誰にもやっぱりさ、やり終えてないような演出を使うべきだと思う。あ、そうだね、それはね、うん、大事だと思うよ。やっぱりこう、うん、同じものでも演じ方が違うとすごい新鮮だもんね。僕ね、日本でね、ルルミコさんに言われてね、びっくりしちゃったんだけど、うん、手品屋さんでな、なんか見た、うん、演技と、それと、新宿じゃない、銀座の12時か、うん、なんかで見た演技が全く一緒だった、曲まで一緒だったってのがあるの、で、演じる人は違う、別に、ね、だからさ、俺さ、それありえないんだよ、マニュアル化されてるの、ありえないと思う、お前誰のパクったの、どっちもオリジナルじゃないと思うんだよ、俺、はっきり言って、なんか曲ぐらいは自分のさ、うん、で探そうよって感じだよね。そうそう、うん、やっぱりこれを表現するのにどういうことを表現したいかを考えて、うん、どういうファンタジーを作るとか、そうなんだね、そういう世界観を自分で作ってやんないと。だからね、俺ね、マジックマスターの中にメッセージ全部入れてさ、マジックマスターも随分古くなったけど、うん、中にね、メッセージ入れたのはそれで、うん、要するに一つ一つのマジックはその場において必要なマジックをやってるわけ、うん、例えばユカがジプシースレッドをやった時とかね、うん、子供たちの前にエースの出現とさ、あと、裸の王様だったかな、うん、なんかを見せた時とかね、メッセージがあるわけで、うん、子供の驚きとマニアのさ、ニコガミ兄弟の驚きが同じになるよとかさ、やっぱ考えてやってる、うん、だからたとえ漫画であったっても、要するにそれぐらいのことを真剣に考えてるから、あれだけ影響力の強い漫画ができたわけで、いまだに名作って言われてるわけだな、うんうん、それでもう一つ言いたかった、レクチャーのこともちょっと言いたいんだ俺、はい、これね、ちょっと絶対言うべきじゃないかって言うんだけど、うん、レクチャーとか教室で教えてるのは何を教えてるの、うん、誰の何を教えてるのって言いたいのこれ、うん、例えばね、新人リム君っていうさ、リングを操る子がいるんだ、うん、ね、その子が例えば韓国でレクチャーやるんだって、リングの、ね、で忍者リングって言ってないよ、ちゃんと彼のルーティンの2リングやると、その時に俺にクレジットくれと、
推薦文でも何か書いてくれてきたの、うん、で俺つけたからね、うん、よく練習してて動画も待ってくれる。でも偉いよね、そう、偉い、ちゃんと断りをちゃんと、そう、すごく偉い、その子は偉い。例えばその子は新日か半日か知らんよ、うん、だけどちゃんとリスペクトして、うん、忍者リングリスペクトして、あとマテューギャレット、うん、マテューギャレットもそうだ、偉いよね、ちゃんと許可取ってもね。だから下手くそなリング勝手にやるのはいいけど、うん、みんなね、例えば YouTube 見てリングの解説やってるのさ、持ち方が忍者リング半分、昔の専用リングの半分の持ち方してて下手で、現象の線がブリブリ動いちゃってさ、よくない。だから本物見てほしい、本物の人は習ってほしいんだ、うんうん、だからやっぱり当然世界で一番上手なのは俺に決まってるわけだ、リングは。いまだにね、うん、これね、別に自慢コーナーみたいなこと言うかもしれないけど、日本人そういうの弱いの、全然それは桁が違うからさ、やっぱ、うん、もう絶対ハリウッドっていうかキャッスルでもね、でも絶句されちゃうよ、うん、まあしょうがない、だってそれだけ今また仕上げてるし、うん、だから忍者グリーンに限らずなんだけど、やっぱりあとパスもさ、絶句されちゃう。ああ、そう、絶句された、絶句された、うん、だから結論的にさ、ある人間がね、あの暗いところでパスやってどの頃って俺のこと言ったことあったんだけど、俺キャッスルで取ってか仕方がないんだよ、うん、あ、まあね、うん、だけどもう一つ言うと、俺のパスは要するに見えないとか早いじゃなくて、誰も気がつかないだけなの。がない、俺がパスやったこととかトップスイッチやったこと気がつかないだけ、うん、だそうあるべきなんだよ、ね、技法っていうのは。だからオスワルドというレクチャーとかそういうのはさ、何かこの人のこれをやったら、だから自分の作品でもいいんだよ、うん、誰かの作品を、僕が考えたこの作品ですからこれを教えましょうってのは構わない、うん、だけどそれも何にもなくレクチャーとか教室だとか当たり前のことをやるのは、俺はやっぱりいかがなもんかなと、ね、誰だって知ってるさ、三本ロープなんかさ、もう教えないでほしいって。マジック教室もそう、うん、ね、だからある人にちょっと言われたんだけどね、うん、やっぱりそう、俺が辛辣だと厳しすぎるとね、うん、だってエースの出現なんか3回やったっていいじゃないかって、やっぱダメだよ。いや、違った目的だよね、うん、だから例えば誰の作品をどういう意思でやってどう教えるかっていうのは絶対大事で、うん、結局やっぱり俺の許してる作品、例えばシュートが俺の作品やったっていいんだよ、うんうん、だって俺が教えたことなんだから、うん、伝承してる。だからチャック・ウェインがダイバーノンを教えるんだ、その時にダイバーノンはこうやった、こういう考え方でっていう風なやり方ですよね、うん、だからシュートだって柳田はこういう風に言っててこういう風にやったってやりゃいいんだよ、全然構わない、うんうん、だから問題なのは自分の段階ではこうだけど柳田はこう言ってるとか、うん、もしか機会があったら柳田の例えばさ、レクチャー見てくれと、リングのね、とかまたそういう風に言って、人間関係できるのは全く問題ないわけ、うんうん、だけど結局解約したりひどくなったりしたものを、あ、まあ、うん、その劣化したものになっちゃうとダメってこと、ね、だからさ、教室やるのがさ、単なるファンのさ、お酒飲みだった、ごめんなさい、ベッタごめんね、ごめんね、そうじゃないんだけど、やっぱりダメ。あとね、演技もそう、いろんなもの見てても、あと先に言う、女の子の演技は女の子だからいいっていうんだったら、将棋指しと同じ、将棋は女の子で将棋が強いからいいっていうんで、プロが一人も生まれない、上流しかない、ダメなんだよ、なの、うん、ね、だからはっきり言って強い子いたんだけど、その才能をそこで止めちゃうのが将棋の世界の人たちがね、うん、そうやって、ね、だから例えばさ、俺は正直言ってクエスチョンに行った時に、クエスチョンでコウメちゃんの演技見た時、あ、この子うまいなと思った、うん、だけどこの後どうやって上手くなるんだろうなってことが心配だった。あ、誰にならんのかなと、要するに本当に上手くなりたいんだったら、習える人がもういないだろう、このクラスだったらと、ね、アメリカ来るしかないなとか、それが教える以外ないなと思っちゃう、うん、本当に上手い子たちね、スキルってどうしたらいいかってことをさ、スキルがなきゃダメなんです絶対、まあね、もうスキルがなかったらね、TOKIO、うん、の山口の方がいいんだよ、もう変な話ね、うん、セクハラしたっていいんだよ、あれもセクハラもデタラメだけどね、あれかわいそうだけど、ね、まあここで話すことじゃないけど、まあ結論から言っちゃうと、どんな話でもそうなんだけど、やっぱり練習をして努力して何をやって何を見せて何を教えるかっていうさ、そういうようなものがさ全部できてなかったら、うん、教えた時にボロクソ言われてもしょうがないね、やっぱほら、うん、我々何者かって言ったらマジシャンだって言った時に、うん、やっぱりそうスキルとか、例えば職人さん、料理の板前さんなんかもそう ね、うん、ね、ほら電子レンジで温めるのと違うじゃん、やっぱりさ、絶対違う、絶対違う、しっかりとできるから職人だって言える、うん、まあね、最後に言っとくけど、やっぱりキャッスルでこの間梨紗子さんと一緒に飲んだ時、梨紗子さんマジック好きなんだけどあんまり見たことないと、うん、ね、でたまに来て誰か見せてくれってね、なんか変なおっちゃんがよく来るイラン人系のさ、うん、おっちゃんが見せたんだよね、そうした時に、うまいよね、すごいよねって言うから、さすがダメすぎんじゃないって言ったら、うん、厳しいねって言うから、うん、ね、どんなのがいいのって言うから、みんなまた言ったの、うん、誰はリングがうまかったとか、じゃあ分かった、俺見せてやる、今日特別でドゥワイとか、あと後ろにもいてね、うん、でまずカード当てやったんだ、うん、でそれは日本語でやるよ、その代わり日本の勉強になるからって言って全部やった、うん、そうしたらやっぱりぶっ飛ぶんだよ、うん、だって後ろ見てるやつが笑い始めて、分かるでしょみんなって英語で聞くわけ、分かるわけないじゃん、柳田がやってるメンタルだよ、うんうん、ね、どうなの、こんなすごいの見たことある、見たことあるわけないじゃん、柳田がやってるリングだよ、ね、そうなんなきゃダメ絶対、
だからシュートとか俺たちはそういう風にやってて、面白いだけじゃダメだし、面白いのもすごいけどね、小田陣がすごいんですよ、あんなのいないんだよ、ね、こっちでも全然負けてないからね、その通りですね、はい、ということで日本でたっぷりありますんで、来週は日本からのラジオです、よろしくどうぞね、はい、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。